令和の虎、オールオアナッシング虎の子たちを守れ高橋さんは宮崎県宮崎市から参りました高橋翔吾、三十三歳です二百万円でお願いします投資でお願いします当店オリジナル、とろけるマンゴーホルモンを全国のお客様に届け 地元宮崎の新しい名産品にします。さあ、改めて今日は。宮崎から来てもらったの。はい。はい。あの、僕ざっくり九州って、あんまりあれなんですけど、どのぐらいかかるんですか、ここまで。えっと。四時間近くぐらいですかね。えー、はい。そんなにかかるの。の車。そうです車で。はい うわそれはご苦労様でしたいいうますまず高橋さんの方から改めてあのご存知ない社長もいらっしゃるので、うん、あのどんな志願内容で出てきたのかをちょっと教えてもらっていいですか、はいえっと、うちでもともと出してたあの実店舗で出してた商品がマンゴーホルモンっていうあのホルモンがあってそれを、まあ、コロナ禍に入ったりとかっていうところで。 あのまあ、実店舗以外で販売するにあたって通販っていうところで、まあ、パッケージングというか、まあ、冷凍販売っていう形で出すにあたって、まあ、知ってもらうっていうところの前の段階とか、うん、サイト構築だったりとかっていうところを見てなかなか私の力じゃ難しいなっていうところがあったのでレオナトラ岩井社長のチャンネルをずっと見てて、まあ、お力借りたいなっていうところと、まあ、反則でその時はですね YouTube の案件で伸ばしていくっていうところが上、まあ、社長を含めて。 まあ、あの伸びたところだったので、まあ、そこで行こうって思って出ました。そうですね。はい。で、結果的に、えっ、ー、と、株元社長から百万円と。林社長から百万円ということで、希望金額二百万で。完全を売るということで、良かったですか。はい、はい。ということで、実は始まったんですけれども。今日現在、投資は実施されて。ないですね。ないということですよね。いねはい。まあ、その辺のことをちょっと皆さんに、あの。 お話しさされてください帰りしなにあのグループラインを作っていただいて岩社長の方でであのやり取りさせてもらったんですけど、まあ、その後のやり取りに関しては個別でお願いしますっていうことで、まあ、皆さんされてると思うんですけど、はい、というところで個別で、まあ、すぐ連絡させていただいたんですけど、まあ、なかなかその,その連絡もちょっとあのつかないつかないというか進まないというかで林社長に関しては半月後ぐらいですかねでズームのやり取りをしようかっていうことになって。 でズームさせててもらって、まあ、その時ももちろんすぐすぐに投資をいただいてもあのサイトがまず第一って、まあ、あ,のあの時もなったんですけど、まあ、私も思ったのでサイトの構築にはやっぱりカーント社長に投資していただきたいっていう気持ちもあったからント、うんまあ、社長に投資していただいてよかったなっていう思いの反面なかなかちょっとこう、まあ、サイトを構築するっていうところで組んでいくとなんかこう進みが悪いのかなっていうところと。 こう密着度がなかなかないのかなというところで、まあ、自分でちょっと探して、まあ、宮崎の企業さんと今組んで、うん、で、えー、と12月の29日にサイトが出来上がってオープンしてっていう感じの流れですね。まあ、去年の年末に一応自分の力で宮崎の業者さんと組んでサイトを作ってサイトは一旦完成したと。でなのでさあここから、えー、いよいよ。 投資をいただこうっていうことで実は今回の件とは別でグループラインが久しぶりになんかちょこっと動いたよね。でもやっぱりまだなんかこう父として進まないという現状なんでかし、うん、君としてはあれですよね今回の一件云々とはちょっと別で投資していただく側と、まあ、投資を受ける側とっていうところの関係性もあるとは思うんですけど、うんまあ、岩井社長も含め、まあ、人間関係 というところでやっぱなかなかこうやっぱギュワンテクじゃないけど、まあ、私もしていただいたから仕返したいというところが、まあ、関係性を作りづらいところのお二人だったのかなっていうところと、まあ、私がそのレベルに達してないのかなっていうのがやっぱ一番大きいのかなってなないや、えー、それはないそんなことは全然ないんだけどねまあ僕今聞いててこんなふうに言わせちゃうのはいかんね逆に。 どうしてもやっぱり僕あのですか、ね、擁護するわけじゃないんですけどあの林社長も川本さんも案件がすごく多いんで秘書さんがしっかり対応していかないと難しいんですよ。多分そのある程度秘書さんに任せてると思うんでそこの多分窓口がしっかり対応できてなかったかもしれないですよね、うん、林さんが全部を対応するのは多分難しいんで、うん、その辺の多分決め,決めみたいなの秘書さんとやり取りしますみたいな。 最初の決めがしっかりしてるとうまくいったかもしれないですけど、今はもうでもホームページはできてるんですよね？できてます。でもう販売もでき崖されてて、<あ>まあこの200万円を観測費用、広告費用に使ってっていうところですもんね。そうですね。まあ、その自己資金でやれる範囲でと思って、まあやり取りしようと思って、そのインフルエンサーさんに直接前を言ったように、今度は案件という形で連絡してみたんですけど、うん、なかなか。やっぱりそのそちらもはい。なかなか。 返信がないので。今このすごく。サイト見させてもらったけど、今結構うまくいってるんですかね、サイトで。そうですね、初月、あ、いや、でも、あのレオと、あの力がやっぱ強い。とはい。で、売れてるような状況ですよね。一月が百八十万ぐらいで。二百、はい。二月が二百万ぐらい。かなっていうの、はい。の売り上げということですね。このサイト流入からでって。サイト流。こちらからの。こちら。はい。 高橋さん的には、売り上げの目標っていうことでいうと、予定通りな感じで乗れてる感じなんですか、これ、初月2ヶ月目に関しては、予定通りというか、も良すぎるかなう良すぎるかなぐらいう、でも本当に、今、困ってること、あります、まあ、つながりですかね、先ほど言ったような、やっぱ、次のステップアップして、これを100万から。 4桁とかっていこうと思うと、まあ、土台として私の中ではその発想能力だったりとかっていうのはできたつもりなのであとはもうつながりでこの人っていう人に取り上げていただくっていうつながりですそういう意味のつながりね要はもっと具体的に言えば YouTuber とかインスタグラマーでつながりを作った人にやっぱりやってもらいたいって気持ちは継続して持ってるってことなんやっな、はい。 いけるとは思ってますまあこうなっちゃった以上別にもうあの令和の虎からの出資いらなくて自分で頑張りますよって今話も聞いてその TikTok もねやってみたいしって思ってるのかまあそうは言ってもいろいろあるけどももし出していただけるものならあの出していただきたいっていう気持ちでいるかどっちですか今今すぐにその投資を受けたいっていう感情には正直な,なってないかなってそのなってないという言い方がちょっと正しいかもしれけどです普通に サイトができて売り上げがあるんで、僕も出せなくていいお金なんじゃないかなと思うんですよ。うん、やっぱある程度意識が入っとると利益もわかるんで、うん、なんでまあそこに関しては本当にこれ情報あの交換だけでもそうですね。はい、ここでこうつながれば、ね、そうです、ね、あと僕もちょっとだけキックと始めたんで、ちょっと今度注文して食べてみて、<laughs> はい。うん、それじゃちゃんと忖度なしで表現してみて、そこに貼っておきますよ。あのなんかすごい経営経営判断として正しいなと思いますよ。今使い道がないから。 今受ける必要はないっていうのはもうなんかそういう,ふうにちゃんと判断できるんであればだからここのねお坂さんとの関係は絶対持った方がねまた 2B で販売していただいても僕はあのお店で販売できますんですごいハッピーハッピーな感じですけどねそれでねだから逆言うと先にこの200万円っていうのを受けなくてよかったんじゃないですかねこれ結果的に。 それで自分のできるやり方を考えて結果的に今収益が出てるんであればそれで借りたお金もね200万も借りないで済んだんで一番いい結果になってる気がするんですよだからそのまま借りないでちゃんと堅実にやり続けるみたいなことでねそれが一番経営として正しいと思うんで。 僕なんかすごく好感持てましたなんかんかタイガーファンディングみたいになっちゃったけどじゃ <laughs> <laughs> あでもちょっとねアフィリエートの話とかも詰めていって、ね、まあでも一旦ちょっとまとまった金があった方がブーストかかるなって思ったら、ね、またご連絡取れば多分大迫社長は男ですからうす、ね、もう上がった上がったっていう話になるような気もしますし、はい、いいと思います、うん、でもいいいいつながりができてすごく良かったかなと思いますけどはいはい でも本当にあの今ねあのそういうことを経て自分の力でここまでやってきて今なんとかなるっていうんだったら今あの、ね、投資を受けるっていうことではなくてでも僕の願いとしてはせっかく今日こうやって大阪さんいらっしゃっててあの同じ飲食でねつながれたので何か関係をね作っていっていただけるといいなと思いますよ。うん 他になんか高橋さんの方からあ,のありますか今日ここに来ることになった時にかか、はい、か想像してたこととかありますかどんなふうに見えるのかなみたいな逆側が自分がここに来て<ー>どういう話をしてどういうふうに見えるのかを想定してこなきゃなっていうふうな客観的にってことですかううんっていうことだけですかねある程度その話の内容とかも分かってましたし岩井社長がどういうスタンスであの。 トラの方お付き合いしてるのも分かってるので見てる見てるのでそういった上で話があるから逆側の目線で話さなきゃなっていうことだけですねあとは、まあ、あんと感謝の気持ちを伝えなきゃなっていうことだけですああ感謝の気持ちあのこれが今マンゴーホルモンが売れてるのが「映画の虎」っていうコンテンツを使ったおかげだっていう気持ちを、はいはい、めちゃくちゃいいね君ね、うん、めちゃくちゃいいと思うその気持ちを持ってると成功しますよ絶対いやでも すご,いすごく僕三浦会長と一緒ですごくいいなと思いますしも,もっとがー出してもいいと思いますよ、うん、なんかもっと好きなようにとか自分の思ったことをそのままいくぐらいで多分もともとすごい謙虚な方なんで、うん、ちょっとがーッと強めにいっちゃったかなぐらいでちょうどいいと思うけど全然。 スピーディーにお金も出たんだとも思うんですけどね、うんまあ、でも本当ね、ねごめんなさいね、な,んかなかなか進められなくてね、いやいやはい。だけに自分が動けたっていうところもあったので、でねまあ、株本社長にお願いしようかなとか、人任せにするんじゃなくてっていうところがあったので、そうですよね、最終的には自分でいろいろ判断するってことにつきますもんね。うん でも本当形になって素晴らしいですよね、うん、うすもうその力も借りずここまで来てるじゃないですか、うん、本当素晴らしいなと思いますし単純に応援したいですねやっぱり変わらず、うん、絶対僕食べる、ね、<laughs> まあ本当にあの使い古された言葉ですけども災い転じて福となすっていう感じをちょっと形にしてくれたね高橋君かも分かんないですよねはい、はい、分かりましたじゃあ,あの本当にあの今日ね あの大迫さんからもできることは別に僕が出,出したいよというぐらいの気持ちもあの伝わったと思いますのでぜひあのせっかく今日4人の社長と新,新たにねあのお知り合いになれたわけですからこのあとぜひあの連絡先の交換でもしていただいてあのつながっていただければと思います頑張ってね頑張ります、はい、あのまた何かあればマンゴーホルも EC サイトでも売りますし、はいはい、お手伝いできることがあればやりますので,、はい、で概要欄つけておいてまた売りますよ はい。っいう感じです。はい。はい、なんかいいですね。じゃあ、お疲れ様でした。どうも。